알렉스 페라 페라페라다요? 시망사유를 뭐 했어요? Oh, that one? Yeah. You're going to fight right now. Yeah. 알렉스 柔道 できるんだよ? あ、 そうなんですか? あ、 ロシアって柔道だったんですか? アレクスでもね、ロシアにいたのは子供の時だけだもん。あー、あと日本。日本が主戦場ですか? そう、日本が。日本がペラペラじゃん。うちのおっさんみたいな。ハハ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 奥さんも嫌だよ。うわぁ危ない危ない。それは、それだけは嫌。すげえすげえ。おぉ、危ない。柔道家だもん。アレックス、アレックスの下からはどうですか？下手じゃないけどね。アレックスの得意のスイムじゃなかったでしたっけ？なんか、なんかアレックス名物の。柔道系のなんかブリッジ系のなんかブリッジ系なんか巻き込みなんか返すやつ。これは階級でしょ？階級です。はい。一人しかいないんでね。あ、そうなんですか。ワンマッチですか。マジでアブソ。アブソもエントリーしてる。下来たビッグマイク。2位の表彰台に立っても1位の選手よりでかいという。サードとか柔道多いっすね。おい。何の話？ちょっと頭触って。あおられてそのまま転がっちゃったから。小山さんってちっちゃい頃は飯食っても体重増えない体質だったんですか？ちっちゃい頃はそうだね。何歳ぐらいですか？20代。でも10代の終わりぐらいからトレーニング始めて。はい、アジダの終わり。あれ